レーニングお疲れ様です。バズーカ岡田です。前回の動画で JBBF の規定についてお話ししました。まあ、選手を、抱え込んでしまうための規定なんじゃないかという意見も分かります。一方で選手をドーピングから守るんだという意味で作られた、可能性もあるなというふうに読み取っています。というのはね、JBBF に出るためには JBBF 以外、JBBF すいません、日本ボディービルフィットネス連盟ね、気になる人は前回の動画見てください、JBBF という団体は、尿検査によるドーピング検査を、しているところです。ということでステロイド、要は禁止薬物ですね、筋肉増強剤とかを使って出ることはできない、いわゆるオリンピックと同じな仕組みなんですよね。一方でそうじゃない団体もあります。検査のない団体っていうのもあります。で、そういったね、検査のない団体に出てる人がこの大会来るということは、ナチュラル、薬を使わずにやってる人たちの価値が、価値を上げることができない。薬を使ってる人がやってくるわけだから、その人たちに勝つことは基本的に難しいと考えれば、お互いに、壁を作った方がいいんじゃないかという考えもあろうかというふうに思います。まあ、確かにそうなんですよね。ただ一方でね、前の動画でも言いましたけど、薬バリバリ使ってる人はね、検査のある大会に出てきにくいですよね。はい、だって検査されるんですもん。怖いじゃないですか。いやいや、そんなね、岡田先生甘くないですよと、悪い人いっぱいいますよと、出てきますよという意見もわかります。ただね、そんなに悪い人ばかりでもないし、多くの人はスクリーニングできるんじゃないかなというふうに思うんですよ。という意味で言うとね、基本的に今の JBBF の検査もスクリーニングでしかないんですよ。というか、スクリーニング以外のことは誰でもできない。だって、その大会の当日か任意の日に、抜き打ち検査をするか、しかないんですよね。毎日毎日定期的に血液を取るなんてことできないですよ。なので、基本的に今の世の中では薬の検査というのは、完璧じゃない。ただ一方でスクリーニングとしての機能を果たす。このスクリーニングがあるということは抑止力になるわけですよ。警察がある国だと悪いことしにくいと、あっても悪いことしますよね。ということと同じで、ただあるとないとでは、警察組織があるとないとでは全く違うんだということなんですね。なので、基本的にはドーピング検査で全ての人を、対象にすることはできないという制約はあるものの、一定の効力を果たす。で、これでやるしかないよねっていうのが、世界最大のスポーツの祭典であるオリンピックですらそうなんですよ。私オリンピック2大会ね、帯同しました。柔道の代表で、リオのオリンピックと東京です。で、選手村の中でも抜き打ち検査ありますし、血液検査のドーピング検査もありました。でもね、やってることはそんな同じですよ。日本ボディービルフィットネス連盟と、大会の後の検査と、大会とは全く関係ない競技会外の抜き打ち検査ですよね。だ、これはもうこれでやるしかないというのが世界のスタンダードだというふうに思ってください。ただこの上を行くことができて、嘘発見器を使う今私が出ている WNBF という団体、いや、嘘発見器には、信憑性に問題があるだろうという意見もわかります。ただ一方で、これもスクリーニングとして使うんだという明確な意思表示になる。我々はなるべく、高い水準で、ナチュラルのボディビルダー、薬を使わないフェアな、選手たちを守るんだという意思表示。嘘発見器の精度に、期待が持てないと思う方は出なければいいだけの話ですよね。という団体のポリシーですよ。ということで運営することもできるなっていうのを今回感じてます。ということで、検査に完璧なものはないということはまず皆さんご理解してください。その上で、だから JBBF も、日本ボディビルフィットネス連盟も薬で汚染されてるんだというふうに考える人がいます。まあ言った通り、犯罪者をゼロ人にすることはどんな警察組織でもできないのと同じように、無理なんですよ。減らすことはできると。特にね、高いレベルの選手を見て、あんなにでかくなるはずがないんだと、彼らは何かをやってるんだというふうに言ってくる人がいるんですよね。あとは急激な変化を見てね、そこについて解説したいと思うんですよ。例えばね、急激な変化という意味で言うと、私大学生見てますから、大学1年生から3年生ぐらいまでの変化っていうのは、ものすごい急速に変化しますよ。これね、私も考えが甘かったんですけど、高校生まででかなり鍛え上げた、例えば坂本春人くんなんかは、もうそんなに筋量っていうのは伸びないんじゃないかと。もう彼もうほんと狂いまくってる。これいい意味でね。
めちゃくちゃトレーニングするんで、筋量増加の上限にね、達してるんだと。筋量増加っていうのは、年齢とともに、年齢とか年月とともに、こう、頭打ちになってきます。あれだけめちゃくちゃ高校から追い込んでる。まあ、高校多分前から追い込んでますけどね、彼はね。となると、このフェーズに入ってるから、そんなに大きく変わらないだろうと思ったら、大学1年で見事にでかくなりましたからね。ということでね、若い選手であれば、かなりトレーニングキャリアを積んでいても、一気にでかくなる可能性はあると。いや、それはおかしいんだと。そもそもここで疑義が出そうなんですよ。そういう人たくさん見てます。で、彼らはなんか使ってるんだろうと言いたい気持ちはわかるんですけど、でもね、自分の身の潔白は、検査のある大会に出ることでしか、今の世の中現状を証明できないんですよ。あるいは検査を自分で受けて証明書を出すこと。要は検査を受けるということに、自分から進んでいくこと以外に、検査を受けなくてもいいですよ。検査がある大会に進んで出ていくこと以外に、その証明は極めて難しいというのが私の考えです。だから坂本くんなんかは一気にでかくなってて、怪しんでる人もいるかもしれないです。でも、彼は検査のある大会にしか出てないです。ということは、今私が考える、世の中で私が考える中で、最も確からしいドーピングをしてないという証明の手段を自分から率先して取りに行ってるということですから、もうこれを信じなくして何を信じるのという話なんですよね。甘いと言われるかもしれないですけど、これを信じないっていうことであれば、全員が黒だと思わないといけないわけですよね。だって薬使ったってすごく大きくなる人ばかりじゃないらしいですからね。坂本みたいに目立つ筋量してるから薬使ってると考えるのはおかしいし、一気に成長したから薬使ってるというふうに切って捨てるのはありえないというふうに思うんですね。検査のある大会に自ら出ていくやつらはもう疑ってはいけないと私は思います。いや、甘いと。岡田は甘いと。例えば、ちょっと暑いからクーラーつけていいですかね。例えばね、全日本ボディビル選手権の優勝者見てみましょう。現在のね、相澤隼人選手は2021年にチャンピオンになりましたけども、22歳で164センチ75キロですよね。かなりでかいですよ。で、その前のチャンピオン、横川くんは、2019年の時25歳で170センチ78キロ。でかいですよね、やっぱり。まあ、でかくないと勝てないですからね。その前のチャンピオン、鈴木雅史さんの最強時代、2016年ね、世界ボディビル選手権も優勝して、アーノルドクラシックも優勝したというね、偉業を成し遂げた時は、35歳、166センチ83キロですよね。これめちゃくちゃでかいと。で、これを見ていくとですね、BMI、体格ね、身長と筋肉の量の比率で見たときね、身長と体重の量の比率で見た BMI ね、ボディマスインデックスで見たときは、鈴木さんが 30.1 で最強なんですよ。次、隼人が 27.9。横川選手が27っていうことなんですね。で、さらに見ていくとですね、FFMI という指標があるんですよ。これはね、ファットフリーマス。インデックスの I はね、指数、女子肥量指数と、まあ、簡単に言うと筋肉がこの個体、ね、この一人の個体あたりにどんだけ詰まってんだっていうことを考えるといいんですけど、まあ、これがね、見てみると、これね、体脂肪率入れないといけないから、体脂肪率がそもそもあの推定値なんで怪しいんですけど、まあ、一律 5% であると仮定して計算すると、鈴木さんが 28.6、横川くんが 25.6、ハヤトが 26.5 なんですよ。で、これの上限がね、ナチュラルの上限が25程度なんじゃないかというふうに言われている論文があるんですね。これがですね、1995年のクリニカルジャーナルオブスポーツメディスンという雑誌に載っていて、このファットフリーマス、FFMI という、簡単に言うと筋肉の指数が、ステロイドユーザーとステロイドユーザーじゃないナチュラルのボディービル選手どう違うのかというのを見た論文なんですよね。ちなみに論文見るときは重要なのが、このクリニカルジャーナルオブスポーツメディシンというのがどれだけ信憑性が高いかというのを見ていくんですが、まあ、いろんな指標がありますけども、まずはこの雑誌はね、1995年の段階で5年経過している雑誌なんですよね。ということは今33年の歴史がある雑誌ですから、そこまで悪くないかもしれないですが、今はね、当時はたった5年しか出てない、まだ新興雑誌なわけですよ。現在はね、インパクトファクターといって、この雑誌が世界の研究にどれだけ影響を与えたかっていうのを数値化した数字 IF インパクトファクターで見ると 3.454 らしいんですね。これスポーツサイエンスの世界では結構高い方だと思います。
でも創刊当時ね、5年後っていうのは、まあ、どれだけのレベルの雑誌かっていうのよくわからないということはあるということを含んだ上で見ていく必要があるんですが、この論文を見るとユーザーとナチュラルを集めてきて数字を見てみたらしいんですよ、 FFMI をね。そうするとナチュラルの上限が25ぐらいなんじゃないのっていう、話なんですよね。そうで、ユーザーを超えるという話なんですね。で、考えるとみんな超えてんですよ、これ。まあ、いいですか、まず話として、この論文がまず確からしいというふうに仮定した場合に、鈴木さん 28.25 が限界なんですよ、ナチュラルね。鈴木さん 28.6、 横川君 25.6、 隼人 26.5、 これみんな25超えてんですよね。鈴木さん 28.6 使ってんじゃないかというふうに切って捨てることもできるんですよ。これが危ないところね、誤解釈、過大な解釈の、危険性ですね。ただこの論文、さっきも言ったように、まあ、創刊5年時の論文ですしね、そもそもユーザーを集めてきたってどういうふうに研究したのかなっていうの難しそうですよね。これフルテキスト、本論文全部をね、今読める環境じゃなくて、ちょっと海外にいるんでね、雑誌が手に入らなかったんで読めてないんですけども、まあ、その実験の手順なんかも非常に難しい論文だと私は思うんですよ。制約がかなりあると思います。30名のユーザーを集めてくるっていうことと、ナチュラルだと言われている人たちのボディービルダーを集めてくること、これ極めて難しい研究だと思いますんで、この数字が確かと言い切るのは危険だというふうに私は思うんですが、まあ、一定のね、参考値になるというふうに考えてます。で、まあ、またこういう研究できればいいんだけど、できないと思いますよ。ユーザー捕まえてくるのどうやってやるんですかねって話じゃないですか、日本の場合だとね。ということで、で、日本みたいにナチュラルボディービルダーがめちゃくちゃ多くて、遺伝的に優れた人間がナチュラルボディービルに触れて、人間の、上限までナチュラルで筋肉をつけるということに挑む、もうこれエベレストに挑むようなもんですよ。こういう人材が少ないんで、世界的にはね。なので日本で見ないと、この FFMI のナチュラルの数字っていうのは分からないと私は思います。でも日本だと今度はユーザーの数値が分かんないですからね。ということで、なかなか解明されない部分なんですよね。ちょっと話戻すと、だからこの FFMI という論文にパブリッシュされたこの数字、論文としてパブリッシュされた中に書いてある25という数字を超えてるから JBBF も黒なんだという理屈は、まずは採用するのは危ないというふうに思ってください。でね、面白いことがあって、これを話したかったんですけど、山本俊樹君、日体大卒業、誰しも知っている、筋肉の神、室伏さんの次は山本君なんじゃないかなと。室伏さんと比べてもいけないですよね。もうみんな神ですけど、ウェイトリフティング日本代表、オリンピック出てますということは、彼は世界最高水準の、アンチドーピングの世界で戦ってる人なんですよ、現役でね。その彼がこの東京クラス別ボディービル選手権に出てきたわけですよ。もうこれは、なんで号外を出さないんだというレベルの事件なんですよね。で、彼を見るとですね、32歳、171cm、83kg で、ボディマスインデックスで見ると 28.4 なので、鈴木雅さんに次ぐ数字で、 FFMI も27で鈴木雅さんに次ぐ数字なんですよ。いいですか、言い直しますよ。筋肉の指数が基本的には25が限界だ程度だと言われている数字が、鈴木雅さん 28.6、 2位山本俊樹君 27.0、 3位相澤隼人君 26.5、 4位横川直隆君 25.6 なんですよね。オリンピックレベルのアンチドーピングをの世界で戦ってきた山本君が25をはるかに超えてるんですよ。ということは、この数字は、まだ、疑義があると考えていいんじゃないでしょうかと私は思うわけですね。というふうに考えると、 JBBF のトップ選手見ろよと、でかすぎて絶対に薬使ってるんだということは、この論文的には言えるかもしれない。25超えてますから。でも実際に検査をパスしてきた山本くんの存在がいますからね。論文というあくまで限られた実験環境、実験デザインの中で証明されてきた数字よりも、実際にオリンピックという最も厳格なドーピング検査を受けている山本くんのこの数字、どっちを信じるんですかという話なんですよね。私は山本くんの数字を信じる。そして25という論文の数字を切り捨てるのではなく、さらなるアップグレードをさせる必要があると
考えてるだけで、当時の考えでは25だったかもしれないですけども、日本というナチュラルボディービルダーが極めて多い状況、その中で、この現代の知識、現代の測定機器の精度を使って測り直して新たな指標を作るということはできるかもしれない、するべきだと、その数字を採用するべきだというふうに考えるわけですね、まあ、採用というか我々の議論の中で使うと、これ超えてるからってユーザーとか言えないですからね、こんな何の、証明にもならないということですからね。でということで、JBBF にユーザーが蔓延していると、トップ選手見ればわかるだろうというのは、この山本俊樹くんが最も信頼性の高いオリンピックを経由してボディービルに出るということで証明してくれたんじゃないかなと。ユーザーではない、ユーザーではなくてもあそこまで筋肉量がつく個体もいるということを証明してくれたんじゃないかなというふうに思います。私はね、科学者でありボディービルダーであるんですけど、これは筋肉を科学という観点から、その手続きを踏んで、学んでいく、そしてボディービルという現場、人体実験ね、これは倫理委員会による規制も自分の体にはないですからという中で最前線で学んでいくということをしたいんですよ。でどちらも大事です。そう、でも、この両方を合わせて考えた時には25というのは現状で考えるとまだまだ、不確かな情報であるというふうに言わざるを得ないというふうに思います。アップデートさせていきたいなというふうに思います。ということでね、JBBF のトップ選手の体を見て、あれ何なんだと、信じられない、許せない、ズルしてるんじゃないかというのは、この山本俊樹くんが見事にね、コッパみじんにしてくれたんじゃないかなというふうに思います。山本くんもこの薬を使ってはいけません、ドーピング検査しますという大会に自ら出てきてますから、そういう意味で言うと、この今現状世界において自分はナチュラルであると証明する手段をしっかり踏んでいる、最も高い精度のオリンピックで踏んでいるという選手ですから、もうこれ皆さんね、薬のせいにして、自分の成長を、制限してしまうことのないようにね、あいつら薬なんだ、俺は薬使ってないんだ、だからこの体でいいんだと、あいつらずるいんだというふうなところで止まらないように、ぜひね、してもらいたいと思います。私もね、もう長年トレーニングしてて、ユーザーとかナチュラルとか、あんま考えなくなっちゃってたんですよね。で、実際去年世界選手権に行ってユーザーたくさんいましたけど、まあ、作り込んでいくとね、勝てないかもしれないけど、自分の良さを彼らに見せることができる、審査員に見せることができるということは実感したんですよ。なのでね、特になんだよっていう思いはあんまないんですけど、でも、確かに不公平ですよね。片やね、そういう筋肉増強効果が確認されている薬と使っている人と使ってない人が同じステージで戦うっていうのはやっぱり不公平なんで、これは整えていかないといけないなと。私もこの業界の暗黙の了解に去年まで染まっていたなっていうふうに自戒してます。ということでね、ナチュラルボディービルディングにはナチュラルボディービルディングの良さがありますんで、ぜひ皆さんね、ポジティブにナチュラルボディービルを楽しんでもらいたいというふうに思います。あ、ちなみにね、嘘発見器で言うとね、私はまた11月の世界選手権で嘘発見器受けると思うんですけど、その頃には英語をもっとちゃんと聞けてるといいなというふうに思うんですが、最近ね、イスラエルっていうのはね、第二のシリコンバレーというふうに言われてて、新しい、テクノロジーがどんどん生まれてるんですよね。イスラエルはね、本当に、考えを、に制限をかけないという国だそうなんですよ。Think out of the box といって、常識にとられない考えをするからテクノロジーが生まれる。もちろんダメなものも生まれるけど、使えないものも出てくるけど使えるものも出てくるということで発達するんですね。でこの間生体信号をね、一つのデバイスで一気に、収集できるというものを見ました。筋電図、心電図、帯動、眼電図、脳波、こういったものがね出てくれば、しかもね、全然気にならないんですよね、測ってても。すごいですよ。こういったものをね、測れれば、嘘発見器の精度もさらに上がっていくんじゃないかなというふうに思います。イスラエルはね、こういうテック企業と、そして軍事産業、いつも戦争をしている国ですから、常に自分たちをディフェンスする必要がありますよね。嘘発見器のようなものも、不確かであっても、磨いて使えるようにしていかなければならないという土壌があるんで、必ずね、いいものが出てくると思うんですよ。ということに期待して、さらなる、ドーピング検査の、レベルアップを、楽しみにしているというところです。ということでね、皆さん今日もトレーニング頑張ってください。